こんにちは、日本画家の国枝愛子と申します。私は今回京都から、3日間遠征して東京のこのヒルトピアアートスクエアに来ております。今回五大陸5つの色ということで、私の推し色は青なんですけれども、風景画を描いておりまして、最近は結構夕暮れとかどんどんよく空とかを描いてるんですけれども、こういうふうにブルーの色を必ず影に使うようにしておりますので、今回推し色を青にしております。で、最近の私のこだわりっていうのが、白を刻んで貼って、ちょっと雨とか光の粒みたいなのが降り注いでるような雰囲気を作っておりまして、で、最新作はスペインの風景なんですけれども、空の中にこう緑の色が入ってたりとかするのがすごい珍しかったので、今回3連作で描きました。ぜひこちらの作品を見に来ていただければと思います。全国ネットでそういう作品をやればそれに